天然芝藤沙浜足毛崎展望台からの長望種差し海岸は青森県八戸市西東部に位置し太平洋に面する海岸である三陸復興国立公園内にあり国の名称に指定されている三陸海岸は岩手県宮古市より南側がリアス式海岸となっているが東海岸を含む同市より北側は海岸段丘となっている国の名称には 株島の南から大日先に至る延長1 2トルに及ぶ海岸とその後輩地が指定されている。東海岸の海岸線は岩礁海岸、砂浜海岸、海色海岸など多様な地形が続く。北部では荒々しい岩石が露出した磯が見られ、サメカドの岬には種差し海岸を一望できる足毛先展望台とサメカド灯台がある。 中ほどの大須賀海岸は白い泣き砂の浜と松原が続き穏やかな風情を見せる。浜那須も自生している。種差し海岸駅周辺には天然の芝生に覆われた断球面が広がり、太平洋の眺望と合わせ開放的な景観となっている。南端の大日先までは岩山が現れる。足毛先展望台から種差し海岸駅付近まで遊歩道が整備されている。 大須賀海岸には白浜海水浴場がある。地名の由来には諸説あるが、アイヌ語の丹念左し」から来ているという説が有力視されている。650種を超える植物が自生しており、季節によって多彩な花が咲く。次に代表的な植物を挙げる。ありがとうございます。